こんばんは。やっほー、こんばんは。どうもどうも。あれ、テロップ出したのに出てない。あれ、失敗した。ました。こんばんは、ありがとうございます。最近忙しそうだけど疲れは全然大丈夫です。めっちゃ寝てます。スイカおめでとうスイカ最高でした。はい、今日は今年初スイカを食べました。近所のスーパーに小玉スイカが売っていたので、よっしゃーと思って買って食べまして、さっきファンクラブの方に動画をあげました。美味しかったついに分身できるようになったんですか昨日それもファンクラブですね。昨日のファンクラブにあの振り付けやってるんだけど、リアンのその本当に5秒ぐらい、本当にちょっと音消して様子を載せさせてもらいましたが、はい、ついにね、そうそうそう、分身できるようになったんだよね。品種何なんだっけ、シール剥がしちゃったんだよね。こんばんは。そう、だしも作ったの今日、ストーリーに載せましたが、昼も夜も、お昼はご飯に普通にかけて食べて、夜は豆腐にかけて食べました。美味しいね、やっぱりいっぱい作ろうと思った。体にもいいしね。味はめんつゆです。普通にめんつゆにしました。作り方は本当に簡単で、きゅうりとなすと生姜と大葉とみょうがを全部みじん切りにするして混ぜるだけで、でそう、ネバネバしてるネバネバ系のやつにはなんだっけ、だしには何、カゴメ昆布って書いてある。だけど私がね、オクラもあるよね。私のおばあちゃんが作ってくれるのネバネバしてないのね。で私それも好きで、ただそれにめんつゆとかその醤油みたいなのをかけて食べるみたいなのがもう好きなの、どっちも好きなの。だから今日お昼に食べたのは何も入れずに、ネバネバ系は入れないでめんつゆかけて食べたんだよ。でもそれに納豆と卵も乗せたから結局ネバネバしたんだけど、で夜ちょっと百均に行きたくて、夕方ぐらいに行って、そしたらとろろ昆布を見つけたから、とろろ昆布入れたら美味しそうと思って、夜の豆腐の方にはとろろ昆布も入れて混ぜて食べました。
美味しい。私の好きなものしか入ってないからさ、とりあえず薬味大好きマンだから美味しいに決まってんだよね、はい、東京スーパーでもね売ってるよね。コンビニとかでも売ってるでしょ。そう、そうめんにかけてさ食べるのも美味しいんだよはい、だし丼で出してる。え、そうなの。いいな、とろろのマグロ美味しいよね。はい、でさ、私さ、あの今からさ生誕祭のグッズツイートしていいですかツイートしていい、画像作ってさ今していいですか。みんな反応してください。じゃあいきますね。大丈夫そうこれ。あ、ちょっと待って、センターさんに日程入れてなかった。17東京、オッケー、ツイートしまーす。ピッそう、あと1週間で5月17日東京で銀座で生誕祭やりまーす。もう知ってるかもしれないけど、皆さん来てくれますか？あれ、なんか変動した。アクスト、入場特典のアクスタもう可愛いでしょ。あれちょっといつもよりも、あのアクスタのなんていうの、人の部分のサイズはいつもと一緒かもしれないけど、その枠がついててそれがアクセサリーかけられるようになってたりとか、連結できるってね説明してもらったんだよね。それがとってもいい感じです。皆さん見ました？そう、ステッカーやばいでしょ私もこれが超お気に入り、ちびななみんランダムステッカーを販売させていただきます。はい、最後も入れないかもないけど、いけそうかも。時はありがとう。そう、今回はのグッズは T シャツ、生写真、アクスター1種類で、ステッカーとランチ機にします。アクスターは今回1種類です。でサイズも 5×10 で、あのこの間バレンタインメントの時にやったやつです、と同じサイズ。ステッカーは1枚500円のランダムです、はい、絶対揃えたいでしょ。わかる、私も欲しいのこれ。これが家族 LINE で送ったら好評で、ののが欲しいって言ってくれたやつです。私の好きなのは変顔してるななちゃん。あ、チュラーニさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。在庫はまあまああるはず、もし足りなそうだったら作り足してもらうかなって感じだけど、
バカラさんもタワーありがとうございます。母の日かなこれ、ありがとうございます。ありがとうわ、ありがとうございます。そう、変顔してるナナちゃんとで、頭にねお花生えさせたの、花かっぱみたいでしょ。でその隣のアイドルになりたいですのツインテールのステッカーも自分的にお気に入りです。まあ、全部可愛いんだけど、あと水色のナナミっていう書いてあるこのめっちゃ赤ちゃん時の右下の写真、私大好きなの自分で言うのだけど、この表情さいいよね。通販もします、と来られない方は。アクリルが東京、あ、仙台もあります、仙台もあります。東京は3つで、仙台は3つにしたいんだけど今ね5個しかなくて、で時間があってやる気になれればもう1枚書き足したいんだけど、もしかしたら2つの2枚になる可能性もある、あたりがということです。でも書きたい気持ち。ステッカーデザインも何か私が書きました、この花とか私が書きました。健太郎さんもタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。かわいいっしょ。特典会もやります。ちゃんと私ALT にちょっとだけ書いたんだけど、終演後特典会もやりますそう、今回 T シャツは前回のバレンタインイベントの時は絶対に普段使いできないだろうみたいなことにしちゃったので今回は使いやすくしようということで、あとは刺繍どうですかってグッズの方に言っていただいて、刺繍やっぱいいよねと思って刺繍のデザインにしました。3センチなんで結構ちっちゃめでさりげない感じで入ってて、今回は白とグレーにしましたの2色展開で LMXL2XL いつもと一緒な感じなんだけど、この刺繍のデザインもね考えたんだけど、一見さ22シンプルな22に見えるじゃん。だけどねこれを横にするとね、横にして横にしてみてください。でねこれ反射しちゃうかな、 iPad で見せたら。22にお花がついてるっていう感じなんですけど、ちょっとこれ切ったらいいかな、ちょっとわかんない。あ、いけそうじゃない、大丈夫。この感じのデザインなんだけど、反転しちゃってるかな。でなんだけど、こうするとな、なになります。意味わかる？このさ葉っぱの部分、この2つだけ A にしてるの、小文字なんだけどね。な、なになるの、22だけどな、ななの。どう？よくない？細かいネタでしょ？そう、すごいでしょ？天才でしょ？そう、22って、あ、N になるなと思って、で、私要素、7要素入れたい。でも刺繍だし、あんまごちゃごちゃするとあれだからと思って、さりげなく7にしました。N は大文字の、そうそうそう、はい、そのような感じのデザインとなっております。この T シャツはもう誰でもいつでも着れるので、夏はね T シャツなんて何枚持っててもいいと思いますので、よろしくお願いします。白とグレーです。グレーの方の支柱は白です。
になってます。と1週間のね、関口購入制限ってはないんだけど、別に考えてなかったんだけど、でも結構用意してるのね。あ、ちょっと説明するんだけど、まあ、前回見てない方のために説明すると、今回特典会はいつもと同じようにツーショットソロも稼働の、スマホとかカメラとかチェキとかで撮影 OK ですよっていう特典会プラスチェックくじっていうのをやろうと思ってて、ね、見せるね。そのくじに入っているのはなんか本当に割と最近の私の、でもチェキに今までしてなかったよ。あとそう、答え探しの MV の時のやつのやつとか、あとネモフィラ畑いた時とか菜の花とかのチェキだったり、その若菜ちゃんの時のの写真だったりに必ずサインは入ってるけど、日付入ってたりとか一言があったりとか、そこはまあ運ですよという感じでやってるんだけど、でこの中に東京だと3枚アクリル画の写真を撮って、それをチェキにしたものを入れて、そのアクリル画がを引いたらそのアクリル画をプレゼントしますよというあたりが入ってるよっていうくじ、チェキ、ランダムチェキをやりたいと思います。意味わかる？あの普通のランチェキの中にアクリル画のチェキが入っているので、それが当たったらその絵柄のアクリル画をそのままプレゼントしますよという感じです。確かにね、このくじの制限はかけとこうか、一人一回3とか5とか。これはツーショットと同じ特典券2000円、ちょっと待って難しいな、2000円グッズを買ったら特典券1枚プレゼントするんですけど、その特典券でこれ1枚引けるよっていう感じです。全部でね、今のところは130とか50とか作っといたんだけど、足りるよね別にグッズに制限はない、上限金額の制限はないかな。どうしよう、グッパのタイミングで引けるのかな、ちょっと聞いてみます、ちょっと確認してみますね。まあその方がいいよね多分ね。で1回に制限をじゃあかけますね。で何回もまあ並び直しは OK。 そう、30万でそう回収できるってこと。そうそう、まあだけどまあ制限があるので1人あの1回のあれで、はい、そう桜のアクリル画、そう前インスタに載せた東京は桜のちょっと季節外れになってしまうんですけれども、桜とこの飛んでるやつね、これね、このアクリル画のこの3つのどれかが当たりますよ、当たりにはです。ちょっと今さっきニス塗って乾かしてるんで外でちょっと見せられないんだけどすいません。という感じでやろうこと思っております。なので今回はツーショットの他に得点券を消費できるチェキくじもやりますよ
という感じです。カエルランチェックと特典券で引くランチェックは違います。カエルランチェックはこれ違う。カエルランチェックの方はあのあれです、あの衣装を着て撮ってるやつです。これはちゃんと全部にメッセージと日付とサインとか書いてます。ランチェック購入もくじ対象になります。これもグッズで、これはこれ2枚買って1個チェキ、あの特典券もらったらこれも引けるよです。このランチェキは生写真にしなかった、撮影してもらったやつと、かその時に撮影の時にスマホで撮ってもらったオフショットをチェキにしました。これ全部サインついてます。これも全部サインついてます。これは結構いっぱい書いた。そう、事前物販多分あると思うんだけど、いつもと多分同じだと思うんだけど、会場の1時間前ぐらいかなだと思うんだよな。会場が19時なので18時ぐらいに来てもらえたら大丈夫かなと思います。一応確認しておきます。事前にお知らせをします。で、終演後にも物販あるので買えます。物販から引けるなら買った時にその券使って引くのも可能ですね。かな。です。そんな売り切れるみたいなことないと思うのでわからないけど、過去の傾向的に大丈夫と思います。 T シャツはいつもと同じように50枚です。そう、今日で生写真も全部詰め終わったんだ。生写真も当たりまたサイン好きです。こんばんは、好きです、愛してます、ありがとうございます。全部一人でやったの。山自身も今回番号振って20種類ありますのでお願いします。あと今日は特典券も作った。プリンターがさないからさ、あのコンビニで作りに行ったんだけど、だから紙の質がめっちゃいいです。紙の質めっちゃいいので特典券なんか良かったなって感じです。イッサ、ハチワレさん、あ、間違ったタワだと思って読んじゃった、ごめんなさい、ありがとうございます。クマ上質です。チェキクジ特典会の時にするっぽい。チェキクジ物販じゃなくて特典会の時に別に列作ってやる感じですかね。別でスタッフさんがやってくれる感じになるかも。
撮影かそりそう、それな私人気ないみたいになるから別に OK です。でも弾くのなんて一瞬で弾けますから大丈夫と思います。皆さん私の方にも来てくださいねまあ確かになくなる可能性あるってことね。生誕祭16日の11時ぐらい帰ろうと思ったんだけどめっちゃ祝ってほしい見通し、いや祝ってほしい人みたいなんだけど誕生日配信しながら越そうかなと思ってんだけど、どうみんな来てられますか。誕生日カウントダウンしようと思ってるんだけど最後何時ぐらいなんだろうね。10時とかじゃない？かかっても。あみちゃんがもう22だと思うと。ねえ、わかるよ。ゴールデンウィークで地元帰ったら母親が水入れずにご飯炊いてました。炊けてませんでした。いいですね。夜行バスの稲川します、ありがとうございます。そう16日11時ぐらいからカウントダウン配信しますのでよろしくお願いします。これさ水入れ忘れるのエピソードに、水入れ忘れはないですね。なんかめっちゃ玄米みたいな米炊いて失敗したことありますけど、そう山田市に住める時どれぐらいかった、どれぐらいだろう、でも意外とそんなかかんない、3日ぐらいあれば、3日ちょっとやって集中力切れるまでやってて、ですれば終わる。ショールームのプリフィル変わってた、そう変えました、変えられたの、洗濯して蛇口開け忘れて動いてない時は時々やります。ランチ券も購入、作った方がいいのかな、どうなんですか、なんかそんな大丈夫なような気がするんだけど、いっぱい作ったもん、一応5枚とかにしときますか、まあちょっと考えます。プロフィールがシンプルになって少しだめ、そうシンプルにしちゃった告知ハイボール4杯をやった、酔いました、一人だと酔うんだよね、ランチキ ND と TH が両方ある、そうどっちがいいんだろうって分かんなくてどっちも作った、時々
特技ってさ、大人になったら難しくない？どうなの？私の特技ってなんだろうね。特技お会いさん展示み、あ、行きました、皆さん行きました。おつまみは昨日は、あ、今これこのさ、ダイソーのこれシリーズ知ってます？ダイソーのこれシリーズ、おつまみシリーズみたいになるんだけど、これすごい好きで、特に好きなのはサーモン吹雪があるんだけど、サーモン吹雪がめっちゃ好きで美味しいです。あとはくん、さっきくんなんだっけ、イカくんとか、サキイカとかいろいろあるんだけど見えない。これはイワシせんべい、ダイソーにね、いっぱい売ってるのね。これ美味しいです。え、関節ね、これね、ゴールド。将来の夢、将来の夢は、将来の夢なんだか、難しくなってくるね。将来の夢って難しいよね。いちごガムの小物入れ、いちごガム、あの四角のやつ、なんだろう、そう、サーモン吹雪だと思うんだけど、MBTI は INFJ です。一番少ないやつです。そう、前はね、山で、山、人がいない静かなところで暮らすとか言ってたんだけど、まあそれも夢だけど、でも別に叶わなくったって別に何でもいいな。なんか別に常に楽しくて、常にちょっと充実しててれば別にいいなって思ってます今は。家出てる、縁側で日向ぼっこ、いいね。夢っていうか、でもそうだね、どうなんだろう、私でもどっちもいし、なんていうの、めっちゃ静かな時間も、めっちゃ一人でいる時間とかも必要だけど、逆にめっちゃ活動したいみたいな、いろんな吸収したいみたいな時と、極端なのね。それが保て、保、それをどっちもやれる環境だから、田舎にも家が欲しいし、ちょっと都会の方にも家が欲しいです。はい、欲張りです。私はメサクさんと一緒にテンションバカげした、いいです。 INFP ですか。ああ、別荘欲しいかもね。別になくたっていいんですけど、何もなくて、そうだよ、そんなに何もないのも耐えられないと思うから。
かんちゃんすごいよね、本当に嬉しい、本当に嬉しい、これですごく応援が、ずっと応援ができると思って嬉しい。りょうちゃんが提唱者以外ね、わかる、田舎何もなくてやばいです。そうだよね、軽井沢に別荘が夢だわ。軽井沢って行ったことない気がする。私、僕の夢はなみちゃんに会うことです。まだ手慣れで、叶えましょうね。最近一人旅行で行きたい場所、行きたい場所は北海道は行きたいってずっと思ってるかな。北海道、沖縄、とりあえずちょっと遠くに行きたいです。めっちゃ食べたい。ディズニー行ってたね、春姫で。マミヤでさん見てたら、田中みかんチャンネルがおすすめで、私もわかる、見てないんだけどそう、マミヤでさんっていう YouTuber さん、ここ数日ずっと流してる。すっごいホッとする。なんかいっぱい食べてるんだよね。面白くていい。今もうすでに将来なのですが、将来の夢は海外旅行に行きたいです。私も海外行きたい。海鮮食べたいよね。函館の夜景見たい。わかる。私あの中学校の修学旅行で見たんだけど、もう一回見に行きたい。なんかその時はなんか修学旅行自体があんまり楽しくなかったからあんまり楽しくなかったから、なんかああ綺麗みたいな、まあ、思ってたと思うんだけど、そんな記憶がないの。だからもう一回ちゃんと見に行きたいです。昔沖縄旅行行って夜飯マックだった、苦い思い出。なんで海外旅行で行きたいのはヨーロッパに、スウェーデンにやっぱ行きたいですね。ヨーロッパ系に行きたい。なんて読むのこれ、や、屋久島？アメ食堂でエルモリセットを食べるのが夢です。いいですね天太さん、リアのライブダンス振り付けや曲入れ準備は並行できてるのとすごい、ありがとうございます。知りてた。美術館全然一人です。全然一人で、てか常に一人なんで一人で行きました。小学生と学生変わってるもんね。私もまた日光とか行きたいと。わかる。リアのダンスとか編集するのは大変じゃないんだけど、でもね、編集するのはまた大変じゃないのよ。まあ大変、難しいんだけど、でも3人分覚えるっていうのが結構至難の業ですよ。でも自分で考えてるから、構成とか振りとか、まあ、全部頭に入ってるからなんだけど、その短時間で 3人分覚えるのが一番頭パンクします
で途中で間違うじゃん。でもそれ2人に送ってさ、それを見て覚えてもらうから間違えちゃダメなのよ。で間違えたらもう最後の方でえーってなってやり直しっていう。でスタジオも高いので何時間で決めてやってるからさ、時間に追われながらやってます。将来の夢今変えた？ななみちゃん手料理食べた。いいね。なんかもうちょっと経ったらなんかそういうのもいいよね。北海道の広さを表すのに関東とかされて長い方も出ちゃって、北海道広いもんね。アプリは普通にクリップキャット、なんだっけクリップキャットなんだっけカットなんだっけキャップカットってアプリでね、なんかねオーバーレイっていう透けさせるみたいな機能があるんだけど、それを使ってやってる。猫島行ったことないかもしれないです。まず自分の振り付け考えて、全然3人どうなんて言うんだろう、一気に考えます。最初サビ考えるときもあるし、出だしから考えるときもあるし、バラバラです。でも平畑のあなみちゃんの生写真欲しい。生写真でもなんかね、私なんかそうネモヒラの時さ、なんか湿気がすごくて、あとねすっごい早起きだったから、なんかね顔のコンディションがあんま良くなくてね自分的にあんまりで、そうなん漏れてる写真をチェキにしたんだけど、その中でも、はい、そうなんだよね。鳴らせ希望よりも、鳴らせ希望よりも曲調があまりやったことない曲調だったりとかするから難しいかな。鳴らせ希望、そうですね、でもいい感じなんで楽しみにしてください。6月19日リアンのファーストライブ来てください。ちょっとすごくねバタバタなんですけど めっちゃ頑張るので来てほしいなと思います。チケット販売中です奈良席を歌詞がね分かりやすくて、歌詞に合わせて割とダンス作るんだけど、前やったのこの間やってたのがね歌詞来てないのまだでも振り作んないと覚えないとやばいということになと思って、歌詞来てないのに何の歌詞が来てもいいように作ったのね。それがとても難しかったです。16日トラ発表だね。そうそうなのね、もうすぐだね。センターさんの休み取れた、ありがとう。顔のコンディションがいい時が生まれてから一度もないそんな悲しいこと言わず、はい、それすごない？すごいでしょ
そう頑張ったのよ。もう歌詞来てでも合わないと思ったら変えるかもだけど、でも自分でもあこれなら作れると思ってこれなら作れますって言って やってますやったんだけど、どの曲かなって楽しみにしててください。クラファン 150% 超えたね、もっと広がるとね。ありがとうございます皆さんね。トーラカーピオ出たら皆さんもねもうちょっとあこのグッズ欲しいなと思って、ぜひグッズを持って参戦してもらえたら嬉しいです。ペンライトとかみんな持っててくれたら嬉しいなと思います。リアのデビューライブはいつですか、行こうかと考えても。ありがとうございます。6月の19日に池袋晴れ舞台であります。19時からですかね。今絶賛チケット販売中です。あ、受付中です。先行受付中になってますので、リアンの公式の X とか私とか愛理ちゃんとかはるかちゃんメンバーの X 見てもらえると飛べます。ぜひ。ピョンさんがレック超順調だったという人でした。いいよ本当にいいんだよ。一応見たらもう見れないことはないと思うけどな。映像でしょ、何回も見れるはずだと思う。クラウドたくさん集まるとステージで火とかレーザーは分かんないですけど、火はさすがに出ないと思うんだけど、まあそうですね、できることは幅は広がりますよね。楽曲配信はライブ前にねするはずです。はい、するはず。レコーディング一人じゃない、そう私もそうそうそう一人じゃない久しぶりで、やっぱりね人の声誰かの声と重なったりとかするのがすごい楽しいし、レコーディングも超楽しいです。夏フェスやイベント期待しますね、お願いします出たいです、よろしくお願いします、出してください。もう50分経ってる。ダンス動画ね、なんかダンスプラクティスみたいなさやりたい、私見るの大好き、そう見るの大好き。九州にも行きたいです。一緒にっていうか一人ずつ部屋に入っていくんだけど、私は二人のやつずっと見てたりとかしました。その部屋エンジニアさんとかがいるところで二人のやつずっと聞いてました。一緒のブースには入らないんだけど二人の声に合わせてやったりしてました。最近カラオケも結構行って、
カラオケも行ってます。生誕祭の歌の練習しに行ったりしてますね。母の日、母の日って何日ですか？何したらいいんだろう。目のなんかするんですか？あさって12日。そう、一緒に住んでたらやりやすいんだけどさ。みんな何するんですか？送った、えらっ。ボイトレって時、来てもらっていただいてるんですよ。ボイトレの先生にも3人でやってもらってて、レコーディングとかにも来てくれるからすっごいありがたいです。洋服プレゼント花買って渡した。いいね。31アイスみんな食べる。いいな。姉ちゃんも来月誕生日。そうなの、6月誕生日のねね。タイムス行くのでいいかって。お、マナティで行くんですか？活動計量欲しい。活動計量、スタバのドリンク、あ、いいね。まあ、次なんか会うとき渡そうかな。フルーツ大福めっちゃいいじゃない。イオンの商品券。てか LINE ギフトとかでいいんじゃね。確かに LINE ギフトとかいいじゃん、便利だね。ちびななみステッカーブレンドいいですね。あげます、あげます。まあそれで喜ばないと思うんだけど、私のお母さん。ペイペイね、ペイペイママやってんのかな。なんか考えようっと。ペイペイ私ね、やった。一回なんかひなちゃんとご飯行った時に初めて入れたんだよ。だけどそれからは使ってないかな。最近のお年玉はペイペイ。そうなの、時代だね。ペイペイなんか開けないんだけど、何これ。もう入ってなさすぎてログインになってるじゃん。母の日限定で安くなるかも。お、そうなんです。初見です、ありがとうございます。こんばんは。今日歌いますか？歌おうと思います。何がいいかな。ちょっと待って、もうじき終わる。健康的な朝だな、そんな夜に一曲こうね。今年誕生日の友達の娘に誕生日プレゼント何もしてペンペンでお金送ってと言われて、まあそれが一番いいですからね。実際何歌おうかな。今日あいみょんさんのプレイリスト聞いてたんだよね。なんか調べよう。
これは。傾向的な差だな。こんな時に君の愛してるが聞きたいや。揺れるカーテン、少し浮いた前髪もすべて心地いいさ。それに割れてしまった目玉焼きついてないな。バランスをとっても溢れちゃうや。少し辛くて少し酸っぱくて甘ったるかったりさ。とりあえず今日はバラの花に願い込めてさ、バカな夢で踊ろう。愛を伝えたいだとか臭い言葉か考えて待ってても、だんだんそばに沈んでいくだけぼくが、明日いい男になるわけでもないからさせらずにいるよ。今日は日が落ちる頃に会えるの。完璧な男になんて惹かれないと、君が笑ってたから悔しいや。腐るほどに話したいことたくさんあるのにな、寂しいさ。結局のところ君はさ、どうしたいの。マジで僕に愛される気やの。静かが落ちてる窓際、目の際、お気に入りの花。とりあえず今日は部屋の明かり早めに消してさ、どうでもいい夢を見よう。明日は二人で過ごしたいなって考えていてもドア開かないし、だんだんおせちになるだけだ。僕は愛が何度とか言うわけでもないけど、ただ切ないといえばキリがないくらいなんだ。もうやだ、ろうそく抱いてバカでかいケーキがあっても、君が食いつくわけでもないだろう。情けないずるいことばかりを考えてしまう。したい男になるわけでもないからさせらずにいるよ。今日の日が落ちる頃に会えるの。なんかあるかな、歌えるの。最近聞いてるのか。全方向美酒だった、なんか入ってた。愛とね
紙を足して嘘と涙で言わねばよりも美しき怪物女の子の出来上がり眉毛もくれずにも好きなように書き足しが熱い眼差しがなんか年々の恋のセミジョーが運命なんて生まれて人に会えなくって決まるもの水も甘いもひっくるめ今もきっとちゃんと愛してる正面で見ても横から見ても下から見てもいい女って困っちゃう君は全方向美少女ねえ困っちゃう妬み空みも全部愛として受け取るよ愛ないを跳ね上げ天まで届くまつげほっぺにわら咲かせ老中の嘘を色づけてよく人に好かれます見せ方もわかってます美しさも愛嬌も電話に罰を与えます幸福なんて一生をかけて一つと一つが集めるもの水も甘いも味わって今をきっとちゃんと愛してる正面で見ても横から見ても下から見てもいい女って困っちゃう君は全方向美少女でも困っちゃう出たりそれにも全部愛として受け取るよああ君は全方向美少女ありがとうございます。全然口回らんかった。難しいんだよね。ノアさんと踊なんかね踊ちょっと踊ってたんですよ。ライブ行った時なんか動き回ったりとか踊ったりとかしててめっちゃ可愛かったです。曲によってかな。ギター弾いてる曲もあったり踊ってたりとかしてました。ふるさとね。曲多すぎて。一人暮らしたら母さんの優しさ心に染みた東京に一人でいたから
一度ママお化粧をするの覚えたわ。あんまり上手くないけど楽しいな。ただあいつがいたから恋は素敵で寂しくなかった。よし、今日暑かった。昨日と一昨日とかさ、すごい寒かった気がするよね。寒かったですよね。寒暖差ね。なんかさ、そうそう、なんだかあのねネモフィラのに行った日が初めてだったんだけど、まずすごいおでこが痒くなって真っ赤になったのね。でその後に頭とかが痒くなって、えネモフィラアレルギーってあるの？と思ってたんですよ。でなんかのアレルギーかなと思って、まあいいやと思って、別にすぐ治ったし。そう、頭なので、そっからね、なんか定期たまに割と毎日ちょっと頭とか耳とかさ、特に最近耳、あと頭とかがなんか痒くなって、なんかねちょっとなんていうの、ジンマシンみたいなさ、急にポツンみたいなできたりするんだけどさ、これ何なんだ？アレルギーですか？何のアレルギーなんだろう。紫外線？何？花粉症？でも なったことなくてさ、頭と耳とかこの辺が荒れるんだよね。
耳の裏、なんか耳全体的にみたいな、わかります？そうなんだよね。って感じでした最近。なんだ、別に大丈夫なんだけど、なんだよね。リアンのライブ後のミーグリはね、そうこの間質問してきたんだけど、まだねしっかりとしたこれをやりますみたいなのはちゃんとは今からね決めていくんだけど、しっかりなんか一人一人とお時間を3人に取らせてもらって、ちゃんとコミュニケーションを取ったりとか、ちゃんと時間を作って交流できるようにします。お話かな、どうなんだろう。そうでもすごいちゃんと時間取ってやれるみたいなので、はい、楽しんでもらえるように考えます。芋煮ライブ会場でね、なんだろう、ストレスとかホルモンバランスとかもあるし、わかんないよね、わかんないよね。キャムカイ書いてよかったです。今日はすごい、今日もなんか夕方ぐらいからメイク始めたんだけど、顔になんかねあんまり塗りたい気持ちがさくて、必要最低限のメイクなんだけど、でもショールームは加工肌補正とかついてるのでありがたいです。痩せた。でむくみが今取れてるのかもしれない。次は誕生日16日に配信します。誕生日カウントダウン配信します。そうね、めっちゃ食べてるんだよね、毎日お腹いっぱい。でも食べるものには気を使ってます。お風呂使ってはないのだけど使った方がいいよねきっとね。生体ネイルしとけもしてる。そう最近してなくてさ、なんかさすぐ折れちゃうんだよね爪最近。なんか今も若干折れてるみたいな、短いのに折れる。お酒用意したい気がする。ぜひ5月もしようかなと思ってる。25か26に入れたいなって感じです。タンパク質ばっか取ってんだよ私。タンパク質すっごい食べてる。お米も食べてるし、ねえねえとか言って、じゃあさ本当にこの間さ2日ぐらいだけめっちゃねメンタル落ちたんだよ。何だったんだろうあれ、怖いな。
美術館行った時意味わかんなかったの。なんでそんなことでみたいなことでさ、いつもだったらふーんみたいなこととかも。低気圧だったのかね。そう、スマホ、そう、通知全部切って、とりあえずもう何も情報入れないと思って、入れたくないと思って、まあ電源切るのは無理だけど、地図とか見なきゃいけないし通知全部切って、まあ通知切って後から見たら全然 LINE とか1件も来てなかったんですけど切った意味あ、2件ぐらい来たかな、仕事の LINE どうだったっけ。でも切った意味なかったんだけど、結局切った意味なかったんですけどちょっと忘れちゃったけど、でもそれが気持ちが大事だからあ、明日通信障害。え、そうなの、なんで。私は急にお祓いしてもらいたかった。それはあれだね、そういうのってもあるよね。太陽フレアって何ですか、太陽の問題。スイカとかすでに障害出て、そうなの。決められたか、あれよね。そうなんだ。じゃあ私明日も家に引きこもろうかな。家でなんか仕事しようかな。じゃあ明日みんな現金ちゃんと持ち歩かなきゃダメってこと。自白は出るから常に通信状態不安定そういえば縁切神社の効果って感じた場面あった。なんかあったような、なかったような。でもあの神社行ってからなんかやめたりとかしたじゃんあれはわかんない。でも何だい、まあ、どうなんだろうね。なんか縁があった、でも良い縁あったか分かんないな。結構環境変化したけど、でも良かったのか悪かったのかは分からない。モバイルスイカ使えないから出勤できませんと言いたい。確かに。切られなくて確かに。でももう引き目ないんじゃない。だって2年前とか一緒行ったの本当に。でもあったら怖いよね。本当に必要な縁は切れてほしくないですけど、でも切りたい縁今んとこないから別に今のみちゃんが充実してる状態なら神社の効果があったように。そうですね、結局今いいかね、まあまあ充実してますね。でもどうなんだろうな。結局どんな状況になったって、何の問題を解決したとって、新しい悩みとか問題というのは出てきますから。
でも少しぐらいそのちょっとストレスがあった方がいいんだと思います、私は。まあ不安もいっぱいあるんですけど、不安もなんでこうなんだろうな、まあ、結局まあそんなもんそうなんなんでなんだろうなって思うこともあるですけど、ありますけど、やっぱりでもそれぐらいで、やっていきましょう。どういうこと。そろそろ7月に予定が決まります。私も気になります。私も何も分かりません。お願いします。7月とか夏なんかね、よろしくお願いします。私も何も分かりません。今部屋グッズの在庫ね、いっぱいあります。だからカレンダーいっぱいありすぎ。作りすぎ。寝んだら寝よ、寝よう。先生ついてきます。ありがとうございます。はい、グループの振り付けって何が一番大変？やっぱりなんだろうな、ね、3人組だからね、フォーメーションのバリエーションがね少ないんだよね。だからそれが結構、どうやったら1曲の中でどんだけ詰め込めるかみたいな、ずっと同じさ形だと見てて面白くないし、どう展開を作っていけるかということを結構大変で、結構3人組のグループのダンス動画とか見て、なるほどとなっております。勉強したりしてました。まだ買えるんだから買えます。でもそれを考えるのがすっごく楽しいです。楽しいし、やっぱり覚えやすさだったりとか、あとこれをやりながら歌えるかということも難しかったりしますかね。いろいろ考えてやってるけど超楽しいです。大変だけど楽しいです。はい、なんか自分の脳みそにあるものを脳内にあるものを形にする瞬間がやっぱ好きなんですよね。好きだなと思いました。うまくいかなかった時はすっごいムカつくんだけど、ちょいイライラするけど。そう、うまくいった、めっちゃいいって自分でなるとき、納得するとき、できるときは楽しいです。振り付けはいつ思いつくの？いつ？曲を聴いて何回もリピートして体を動かします。体動かしたりとか、脳みそでフォーメーションとかを、でも割と移動中とか電車乗ってる時とか考えます。とりあえず曲をたくさん聴いて、あ、この音取りたいな、
この時絶対この立ち位置でこうしたいなみたいなのに合わせて詰めていく感じです。早く見せたいんですけど、あと1ヶ月くらいお待ちください。メンバー日記はでもちょっと1番のダンサーってサビだけ送ってこの方向性でいいかなとか聞いたりします。ここ考えるとか自由にお任せしてるとこもあるし、参考にしてるのは参考にっていうか、でもやっぱり私は振付師でもないしから、なんて言うんだろう、レパートリーが少ないんだよね。参考にできるものって今まで自分が踊ってきたものだったりとか見てきたものとかの中から、やっぱり何でもそうだと思うけど選んでいく感じになるから、これまで自分が踊ってきた振りだったりいいなって思って見たやつだったりいろんなところですかね。でも割と自分は3歳からやってるんだけど、結構いろんな先生だったり、その先生がレッスンの時に毎回バレエとかチアとかヒップホップとかね、いろんな種類ができる先生で、なんかちょっとずつやっててくれ、ちょっとずつなんかいろんなジャンル種類を教えてくれてたんですよ。だからそれがすごい良かった、ありがたかったなと思って。アイドルのダンスってなんか振りって感じだけど、なんかちょっとずついろんなジャンルをやらせてもらってたから、それがあいよかったなって思います。そう、幼稚園とか小1の時はめっちゃヒップホップみたいなやつだからでも自分そんなダンス上手なわけじゃないからさ、馬バキバキとかじゃないから、だからもっとなんかここに来てダンス上手くなりたいと最近思い始めてるんだよねって感じでした。はい、そんなわけで終わるかなと思います1時間半やってました。ここまで見てくれてる皆さんありがとうございます。じゃあ告知をしますね。来週5月17日私の誕生日当日に東京でセンター祭があります。先ほど6月2日に仙台でもあります。先ほどグッズも X で公開しましたので、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。結構たくさん歌いますので、22歳になる私にぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。そして6月19日にリアンのファーストライブが行われます。今本当に水面下で頑張って動いてますので、楽しみにしてくれたら嬉しいです。チケットも今先行受付中になっております。そしてクラウドファンディングの方も開催中ですので、ぜひチェックしてみてください。ペンライトとか T シャツとかタオルとかアクスタとか、あのそこのクラファンでしか買えないゲットできないものになっているので、ぜひよろしくお願いします。あとはあるかな。
要かな。6月じゃあ5月16日多分11時ぐらいからショールーム始めます。ぜひ祝ってください。感じです。はい、では皆さん今日もありがとうございました。ランキング見ます。13位ともさんありがとうございます。12位ゆうかちゃんありがとうございます。11位りょうちんありがとうございます。10位ゆりさんありがとうございます。9位いっさはちやまるさんありがとうございます。8位そよさんありがとうございます。7位ろうさんありがとうございます。6位ひとくりさんありがとうございます。5位加藤さんありがとうございます。4位はじめさんありがとうございます。3位シュルラジさんありがとうございます。2位はケンタロさんありがとうございます。そして1位はバカラさんです。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん毎日無理はせず心穏やかに過ごしていきましょう。本当にスクショタイム、うんうん、スイカ、うんうん、うんうん、久しぶりウインクチャレンジ。はい皆さん、はいチーズカシャですよ。はいチーズ、え、できてない？できてないか。そうですね。なーちゃんポーズ。まだこれはぶりっこしてますね。でも化粧つちょっと崩れるんで。大丈夫でしょうか。それでは今日終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。ではおやすみなさい。バイバイ。